9回の裏マリナーズ粘ります。2アウトランナー2塁で一郎。さあ1点差、2アウトランナー2塁で一郎です。いやーもう最高のシチュエーションですよね、本当に面白くなってきましたね。これまで522のセーブを重ねてきたリベラ、先達三振を達成したリベラ、そのリベラに対します。今日今シーズン14回目の3安打、4安打を放ったのは4回あります。大事な場面で5回目の4安打達成なるか、それが同点のタイムリーなるか、一郎。捉えた、一郎逆転サヨナラホームラン、リベラから打ちました。2試合連続のサヨナラ、一郎。今日は歓喜の輪から逃げ出すことはできません。ホームで待っていた多くの選手の中におどけて飛び込んでいったイチロー、2試合連続のサヨナラ、イチローにとっても2試合連続のサヨナラ。今日はリベラからホームランで決めました。佐野さん、はい、9回2アウトになった時はこんな結末は予想していませんでした。そうですね、もうあのリベラのピッチングが完璧だったんでね。メジャー通算3回目のイチロー、喜びを表現するイチロー。